ゃない？マジかよ、すげえなおい。プレミアしか出ねえ。今までの思いの丈をぶちかましてるわ。プレミアなんかなかなか出ないねって言ってたのに、後半ほぼプレミア。15-6、やばい。ありません。
どうしたどうした、落ち着け落ち着け。じゃあ店員さんに、うん、持てってもらう。ちょっとこれ多いっすね。すごくない？4044枚。相田さんやったよ、見て。ほら相田さんも応援してくれたおかげでこんだけ出ました。あーでもチャンス引いた。あーあーあー、もうあーしか言葉が出ない。967枚ということでプラス867枚でした。あーあと150枚頑張って出せてたら。え、マイナスの分は引かなくて、え、めっちゃ惜しいじゃん。ね、本当ですね、買えばよかった。もっと早く教えてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。すごかったね。すごい楽しかった。なんかあのオープニングではさ、ふわっとしてるわとかな言っとったじゃん。全然ふわっとしてねえから、マジ忙しかったから、マジで忙しかった超忙しかったそれはそれで羨ましいな。汗かいたもん。汗かいた、汗かいた。ホタちゃんはどうだった？え、でも私ふわっとしてたかな、しるしなんで、まあ、それはしょうがない。こちらのちょっとくっせえけど、ここだそうなんだよね、僕がちょっとくっせえんだけど決して私たちが臭いわけじゃないので。あ、それはちょっとさあ、ここでもいいと思う。あ、かわいい、ね、レイバン的なね。レイバン的なね、レイバンって書いておこうか、うん、なんか、ま、どっかにはサインしますのでぜひこちらの、はい、ちょっとくっせえヘアメガネをプレゼントしたいと思いますので、ぜひご応募こちらこちらない、こんなない。素晴らしい。いや、すごい。もうね、終わりなんですとか言いながら一番に目に入ったのは、伝説のお化け番組はフィニート知らず続きますっていうことですよね、皆さん。なんですかこれ。ご安心ください、続きますので、はい、終わりませんということで。よかったよかったよね、うん、終わりませんということで、次回もトキポイということで、トキメキポイントパラダイスではありませんが、5なのか V なのかビクトリーなのか分かりませんが、トキポイが始まりますので皆さんぜひ次回からも見てください。